どこですか？目的地は左側です。左側。お疲れ様でした。左側。目的地は左側。どこにありますか？ここはね、大平公園、見当たりません。どこですか？左側。はい、来ましたよ。駐車場やがね。左側どこ？ああ、ここマンションがあるとかな。左側、見えへん。おお、眺めえぞこれ。眺めが。ここはどうだ？これか。この下だ。どこから降りるんだ？全然。左で言うと右で下だね。いやー、階段だ。これ降りるか。もうふくらはぎが痛くてね。あら、入られへんねや。いや、もう一個階段降りられないかんのかね。ほら、ここに、ほら、ここにありますわ。これは大変だ、来るのは。階段じゃなくて横の道を歩いたらね、坂道を上がって帰れるか。ほら、こういうのって。ここでございますね。ちょっと看板を見てみましょうか。あら、これ公園の看板だ。ここやね。あ、ここじゃないか。見るからに縁踏んでございますね。ここに看板が。ここがね、平古本になってんだよ。1987年横浜式。ということは、なんだろうね、これは。横浜式で、石棺なんかなんか残ってないよね。7世紀の中頃仕事は、円墳。まあまあ、ちょっと小ぶりは小ぶりですけどね。これは、修復整備やから、ここじゃなかったみたいな可能性あるな。あ、これはあれやね。完全に、こう、固めてるからね。ここどうや。コンクリで固めてますか、上はね。もうちょっと大きいね。石油が入れると書いて、ちらっと聞いたもんで、大きい古墳をイメージしてきたんだけどね。これやったら普通の、河南町にある古墳よりもね、ちょっと横の側石が、横石がね、ちっちゃいんやて。ね、ちょっと修復されとるからね、どうなんだろうね。円墳、そんな大きな円墳じゃないけどね。ここはね、大平古墳でございます。はい、ありがとうございました。この団地の横でございます。これマンションかな、マンションの横でございます。さっきちょうど この反対側におったよな、そこにな。はい、な、坂道を上がりましょうか。ああ、すごい眺めやね。
いや、ものすごさだよ。大阪だよ。どっちもどっちでございました。ありがとうございました。もうダメかな、歩けんな。はい、どうもありがとうございました。